インタビューボードとは、マスメディアなどに向けて行われる、記者会見の際に、取材を受ける人物の背景に移り込むことを考慮し、広告、PR を目的として、作成、使用される、ついたての一種である。インタビューパネル、会見パネル、バックパネル、バックボードなど、様々な呼ばれ方がある。英語では、インタビュー、バックドロップスと呼ばれることが多いようである。 スポーツの試合前後のインタビューや映画やドラマ、商品などの新作発表会などでは記者会見の場において広告効果を期待する意味で対象者がスポンサー企業のロゴが入った帽子や衣装。これはモータースポーツ界で特に顕著である。ニキラウダの功を参照を身につけた状態で取材の席に臨むことがある。これを拡大する形で どのような撮影構図になっても広告が映り込むことを追求する中で発生したのが現在のようなインタビューボードの姿である。日本においては従来の記者会見の場での定番であった金病風の代わりに用いられる例もある。また、政党、省庁、地方公共団体といった公共性の強い団体の取材の場でも近年の日本では背景にインタビューボードを設置する例が多い。 設置する広告業者などが各自独自にデザイン、制作する関係上、特に決まった形式というものはないが、概ね以下の構造を踏まえたものとなっている例が多い。ウィキペディアウィキメディア財団のロゴを使った図柄の例、それまでの会見では、単なる金病風、ないしはプロ野球の入団会見では、球団機を背景にしつらえるのが一般的であったが、F1 など、 モータースポーツでは比較的早期にこの配置を持つ背景パネルの登場が確認できる。ありがとうございます。